こんにちは、ひなたです。はい、ということで今日は、まあ、そうですね、私はなんと嬉しいことにテストが終わりました。はい、キラのテストが終わったということで、もうね、気分がね、晴れてたんですけど、はい、今回は、まあ、もうすぐね、夏休みということで、まあ、そう、夏休みというかは、夏っていうことで、今回は、ダイソーさんで、夏に使いたいものを買ってきたので、それを皆さんに紹介していきたいと思います。それでは、レッツゴー。はい、ということで、こちらです。めちゃめちゃ可愛いものとか、すごいね、便利なものとか、私が買ったことないようなものとかもいろいろあるので、ちょっとね、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では、早速、まず一つ目から紹介していきますね。一つ目、こちら。私の大好きなキティちゃんです。ボディシート、アイスミントの香り、冷感タイプ。汗かいたりとかするので、その時にすぐさらっと使えるように買いました。続いてこちら、またまたキティちゃんでございます。瞬間冷却パックってやつなんですけど、叩くとすぐにひんやりって書いてあるんですけど、でかってやると一瞬で凍るっていう優れものということで、キティちゃんグッズでした。続いて、じゃじゃん、こちら。これは一目惚れして買ったんですけど、ビニールポーチって書いてあります。クリアなのでちょっと夏っぽいかなと思ったし、私こういう形のタイプのポーチがすごい好きで、早速メイクポーチとかにしようかなって思いました。あとは筆、メイクする時の筆とかを立てたりとか、化粧水とか筆とか、まあ、美容系に使いたいと思います。これ見た目もすごい可愛いんですよね。そう、一目惚れして買っちゃいました。続いてこちら、じゃじゃん、パフです。メイクパフ3つ入ってます。これは結構ちょっとちっちゃめなんですけど、私は下地とか塗るときに結構なんか手で塗るんですけど、ムラになっちゃうのでパフを買いました。これちょっとリッチで300円でした。こんなちっちゃいのあるんだね。このちっちゃいのとかは際とかいろいろ気になる部分に塗れるので、この3つセットを買いました。はい、じゃじゃん、こちらこんにゃくパフを買いました。ちょっと気になるので開けてみます。私これ初めて買ったんですけど、このこんにゃくパフっていうのは水に含ますとちょっと柔らかくなって泡立ちが良くなるっていうものなんですけど、ちょっとこれすごい気になってたので買ってみました。で、これ形、はい、これ貝殻なんですけど、他にもなんか丸い形とかあったんですけど、夏ということでこの貝殻にしました。はい、これね、すっごい気になっていたやつなので、お家帰ったら速攻使いたいと思います。次、こちらバンダナでございます。バンダナ私めっちゃ好きなんですよ。これを、まあ、バンダナって何でも使えるから、私はヘチマキみたいに使いたいと思います。あとクリアなバッグ、まあ、これから夏ということでクリアなバッグを使おうと思ってるんですけど、それにちょっとこれをね結んでワンポイント可愛くしちゃいたいと思います。次、こちら、これもめっちゃ可愛くないですか。これに私はこれちょっとコットン入れるケースがないので、これにちょっと入れたいと思います。次、これ私全く買ったことないやつです。こちら、ひまわりの種とマリーゴールドの種です。私種とか育てたりするとか言ったことなくて気になったので2つ買っちゃいました。これを夏休み中にちょっとね植えたいと思います、育てたいと思います。ちょっと
ですけど、頑張ります。もしちゃんと綺麗に育ったりしたら写真撮ってインスタとかにあげるかもしれないので、ぜひチェックしてみてください。私初めてやるので全くやり方とかわからないので、ぜひやったことある人とかいたら教えてください。次、こちら。こちらはフラワーベースっていう花瓶です。これすごいめっちゃお城にありそうな感じの花瓶で、めっちゃおしゃれだなと思いました。で、あと自分の部屋に合うかなと考えました。で、これにひまわりの、もしね、ちゃんと育てられたらここに入れたいなって思って買っちゃいました。続いて最後なんですけど、じゃじゃん、こちら。これはネイルなんですけど、これがベースコートで、ちょっとこのね、ここが艶消しになってて、すごいデザイン、入れ物がすごいおしゃれだなって思って買っちゃいました。で、これがでネイルオイル。私すごいささくれとかめちゃめちゃできやすいので、これでちょっとケアしたいと思います。これはじゃあ普通のネイルなんですけど、色味がね、結構でも、青なんだけどちょっと薄めのパステルっぽい感じで、すごい大人かわいい感じの色で一目惚れして買いました。まあ、これから夏ということでサンダルとか履くことも増えると思うので、ちょっと爪が、足の爪が見えるじゃないですか。だからこれを塗って気分を上げたいと思います。はい、ということで買ったものはこれで以上です。どうでしたか？参考になったら嬉しいです。もうね、めちゃめちゃこれからこの買ったものを使って夏休み楽しく過ごしたいと思います。まあ、もちろん勉強も頑張りますけど。はい、ということでみんなもね、テストお疲れ様です。どうだろう、多分学校によってはまだこれからっていう子もいるかもしれないけど、テストお疲れ様です。皆さんもこれおすすめだよっていうものがあったりしたら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれ、チャンネル登録もよろしくお願いします。